さあ、というわけで始まりました。今週もクラブ直樹ニコナイトのお時間です。よいしょ。あ、コメントあった。はい、ファン、おはー、おはよう。いやー、一週があっという間ですね。そう、もう月曜日じゃないですか、ニコナイトということは。うん、はい、今日まずはね、はい、2人で、後で銀さん来ます。はい、銀さん来ますよ、てか来たな。ナオキさんは歯医者なんで、お歯医者。ナオキさん歯医者なんですか。歯医者ナオ、歯医者ナオ。あ、ナオキさんおはようございます。まずはちょっと乾杯の準備、僕整えてるんで。それオ オープニングとかでいいじゃん。はい、じゃあまずは早速オープニングいきましょうか。はい、さあ、こう今日も1時間お付き合いお願いします。どうぞ。いや、ちょっとオフのあれが出てしまったっすね、ちょっとね。銀さんおはようございます。よし、銀さんおはようございます。銀さん、ニコナイトジャケット珍しいですね。でしょ、はい、やっぱね、暑い時こそ。はい、なるほど。ピシッと、そのピシッとインナーてか、なんかボーダーハマってません最近。ボーダーはね、もともと好きだね。なるほど、ボーダーも最近多い。チェックは来てますね。今日は文豪スタイル。文豪スタイル。文豪感はそんなね、こんな文豪いないですけどね。メガネに。メガネってことなんですかね。乾杯しますか。はい。それでは今週も1時間よろしくお願いします。乾杯。あげす。船奥さん来んの？いや、歯医者。歯医者行かれてるみたいです。銀兄ちゃん、森鴎外とか漢字ちゃんと書けるのすごいね。鴎外の鴎の字は難しいですからね。難しいよね、はい、多分森鴎外って打ったら出てくるんじゃないですか。変換で出るのか。しんちゃん、やっぱ髪短い方があれだね、評判いいね。本当ですか、うん、爽やか系ですもんね。髪長いと長いで色気出たねとか、うん、爽やか系でいこうかな、夏だし。ジャケットもちょっと爽やくしたんで。爽やかくな。これ評判いいですよね。うん。髪切りました。なんかね、あんま髪切るつもりじゃなかったんだけど、7月の終わりぐらいって言ってなかった、はい、切るの。そうなんですよ。で、髪すいてもらって、いやもうちょいで切ってもらって、いやもうちょい気持ちいきましょうっつって、うん、したらどんどん短くなっちゃったっす。美容師さんはだいたい切りたがりですからね。優柔不断出ちゃった。長い方が良かったーって。まあここからまた伸ばすと思うんで、でもちょっと前髪はねキープしようかなみたいな。昨日でもね、新一が前髪切った方がいいっすかみたいな、伸ばした方がいいっすかみたいな。いや、めっちゃ迷ってるんですよ今。どっちでもすごい、どっちでもいいよ。すごい迷うっすよね。どっちでもいいな。長かった方がエロいだって、うん、エロいとかはね別に目指してないんだけどね。あ、エロさはあんまり、やっぱ爽やか高青年みたいな。で、行こうかな。夏は。似合ってる、ありがとうございます。襲いたい、ありがとうございます。襟足、いらないよね、やっぱり。さっぱりしていいですね。夏っぽいですね。月末から来月切ります。アリス猫みたいなインナー。アリス猫がちょっとわかんない、ね。わかんない。はい、アリス・イン・ワンダーランド、はいはいはい、今もう2の公開されたもんね。はいはい、あれ誰出てるんでしたっけ。ジョニー・デップ。ジョニー・デップですよね。ジョニー・デップ出てるよ。アリス・イン・ワンダーランドのなんかやったよね、コスプレ。直樹さん昔
わかんないか、ファンタジーの時。ファンタジーの時、うん、あの角生えてるやつの前ですか。あのそう、それより全然前だね。ピエロ、ピエロみたいな。あ、ピエロ。あ、僕ホストやってないですね、多分。なんかネットで見たんですけど、トランプマン。トランプマン懐かしいですね。トランプマンは仮面っすよね。好きなハリウッド俳優。好きなハリウッド俳優、オーランド・ブルーム。オーランド・ブルーム、ハリウッド俳優俺気にしたことないな。どうだろうな、好きな人いないな別に。デニーロですかね、やっぱ。ロバート？ロバートの。ロバートのデニーロさんですかね。年取ってもかっこいいのはね、うん、いいよね。アンソニー・ホプキンスとかも好きですよね。ああ、いいね。結構映画好きなんで、やっぱ演技派が僕好きです。結構渋いね。マオ君はキャッチ中ですか今日は。マオ君はキャッチ中ではないんですけど。あ、キャッチ中ではないんだ。キャッチ中ではないんですけど、うん、ちょっとお休みということで。はい、なるほど。今日仕事休みな。仕事、マオ君は休みじゃないです。あ、ニコナイト。ニコナイトがお休みです。最近多いね、休みね。そうですね、結構長期休暇入られたみたいなんで。え、さつき歌舞伎町で目撃情報あった。さつき歌舞伎町で見かけたけどかっこよかった。てんてんてん。悔しい。なんで？悔しい。悔しいのはね、ちょっと。実物で初めて見たんじゃない？男性のコメントじゃない？じゃあ男の子の。ああ、そういうこと？うん、そのパターンもありますからね。もっとかっこよくないと思ってたのにかっこよかった。悔しい。いや、よかった。ありがとうございます。画面越しよりね、何時ぐらいだろうね、はい、出勤前、出勤後、営業後。それはなんだろう、あのヘアメイクしてる時かな、うん、してない時、うん、ラフなさつきを見かけたんですかね、うん、どっちだろう。ちょっと恥ずかしいっす。しんちゃん飲んでる？ろれつ回ってない。結構飲んでるっす。ちょっともう若いっすもんね、うん、若い、うん、営業前で、うん、かっこよかった。かっこよかったって、いやレアだね。嬉しいですね、はい。営業前なんてもうすげえやばいっしょ、前のオフ。いや、あの歌舞伎町で、歌舞伎町に入るときはもう絶対切り替えるんだ。もう切り替えてるんだ、はい。あの家の中のあれは違う。それはもう絶対出せないですから、ね。仕事前迷信出るしさ、はい、営業後懲役300年の顔してる。300年の顔してしまいますね、最近また。営業前まばたきしないよね。営業前まばたきあんましないですね。だいたい目をこうグッと見開いてるんでね。全然連絡くれないから行くのためらうよね。誰誰この3人に返そう。まあ、新一が一番マメじゃないで定評あるよね。どうですかね、今週もこの放送見れてめっちゃ幸せ。ああ、いいね。ちょちょいね、またニコ、うん、あ、ニコナイトじゃない、インスタグラムをちょっと気にするようになって、うん、はい、まあ、みんなの見たりとか。直樹さんのインスタ講習やってからさ、はい、フォロワーがめっちゃ増えたね。いきなりもう2000いくもん俺。もうちょいでついに1000です。うん、まだ1000はいかないな。あれすごかったね、はい、従業員がめっちゃ始めましたもんね、うん、もうわっと最近みんな更新して。でなんか教えてもらったことはある程度ね分かってたけど、あ、やっぱやんなきゃいけないなっていう。片道8時間かかります。どこなんだろうね、飛行機の場合、うん、飛行機違う、島ですかね、新幹線、船、船でじゃないですか、片道8時間って。はいはいはい、新地疑惑でありませんでした。さっちゃんみたいです。何が？さっちゃん連絡くれない。さっちゃん連絡しろよ。はい、え、フォロワーより売り上げ気にしろよ。いやね、書いてありますね。本当その通りだと思うんですけどね。まあでもフォロワーも大切なんで、両方とも大切にしていきますよ。そういえば、うん、今日の
僕のインスタのコメントであったんですけど、はいはいはい、今日クラブナウキのニコナイト2周年です、うん、今日の放送が長いね。祝2周年すごい。4月4日、すごいね。一番最初に直樹さんがやったやつ、まだクラブ直樹オープン前だもんね。そうですね、そうですね。だから7月15までだったから、ちょあれか、もう忙しい時でしたね、バタバタしてて。いやすごいな、めでたい。俺らがスカウトしてた頃やな、毎日。そうですね、黒焦げになりながら、うん、東口のね、はい、アルタ前かな、はい、よくいたのが来ましたね。めっちゃ暑かったですね、うん、大体日陰にいたもん、日陰かあのクーラー効いてるところ。サツキがもう毎日愚痴ってたもんね。新一さんが人見知りでも誰にも声かけません。男の子にも声かけれなかった。新一さんも本当にそうなの。違う違う違う、俺ね結構厳選するから、本当にかっこいい人とかそういうのを選びすぎて、まあ一日声かけない日もあったけど、まるまる1ヶ月やったじゃないですか、で厳選するって言って声かけたのゼロっすから。いや新一からしたらやっぱ自分基準だからさ、新一よりかっこいい人なかなかいないよ。やっぱど誰が逆に声かけれるんですか。俺欲張りすぎた、選びすぎた。あ、サツキが連れてくる男の子、大体なんかかっこよかったもんね。実は、はい、かっこよかった実は、はい。そしてみんなちびっこだったよね。そうっすね、やっぱ自分よりちっちゃい方が声かけやすい。あんまり気にしたことはないんですけど、なんかたまたまそうでしたね。結構入ってくれたんですけど、ゼロじゃないからね、別に。こそっと言ってたんですね。いや本当ね、人見知りなのよ。でもね、結構男の子ってなんか笑顔でね答えてくれるから、新兄ちゃんがかっこいいと思う人って誰ですか。これ芸能人ですかね。の方が分かりやすいんじゃない、うん、います最近。いや、ないものねだりよ。例えばその反町隆史、意外だね。ああいうお父さんとかなんかワイルドな感じがいいですね。反町隆史はどちらかといったら僕寄りですからね。そうなの。大まかに言ったら僕寄りですよ。そうなの。はい、ジャンル広くない。今多分、はい、これ見てるリスナーさんの反町ファン全員的に回すだろ。まどちらかといえばですよ。この3人で言ったら一番反町に将来的に近づくのはまあ僕ですよ。そうなの。3人で言ったら反町のジャンルはどのジャンルなの、お前的には。もう渋かっこいい、うん、渋かっこいい、ポイズン、ポイズン。渋かっこいい毒、うん、渋かっこいいポイズンですね。じゃあ新一は。新一さんはやっぱジャニーズ系なんじゃないですか。マッチ、マッチです、いっちゃう。あ、将来的にですか。将来的に、やっぱマッチ、トシちゃんラインですね。あー確かに、トシちゃんはなんかわかる。トシちゃんとか結構、うん、そうっすね。田原俊彦、はい、俺は銀さんはどうだろうな。ガンちゃんすか。ガンちゃん、それも今じゃん。あ、それも今っすね。将来的な感じでしょ。将来、銀さんの30年後とか想像つかないですね。60歳。10年後、20年後とか、どんな感じになってるんでしょう。竹野内豊か。竹野内豊かは結構女性から中丸系人気。相川翔。あ、相川翔的になってるかもしれないですね。銀さんが。俺が。はい。頑張ってほしい言うて。なんだって。頑張ってほしい。バカにしてるやん。そらもう相川翔、はい、もう銀さんもバカにしてるよ、うん、2人を。あ、ガクト。絶対ないでしょ。そんなミステリアスじゃないけどね、うん、はい。
ワイン1000本持ってたらめっちゃおもろいですけどね。さん家ろうそくで家ろうそくでなんかカップ入れてここに家に炊きあるってほんとすごいっすよ ね、うん、ね絶対寝つけないっすよね。でも何歳になってもかっこいいもんね。はい、も僕ガクトのスタンプ使ってますもん。好きなんですか。好きだよ。あ、曲歌ってましたもんね前ね。うん、直樹さんは木村拓哉で決まり。まあね、言われてるもんね、うん、それはもう何回でも言ってあげてほしいです ね。一番テンション上がるやつだよ、ね、テンション上がるやつです、ね、奥さんにしたい女性芸能人って難しいね、うん、タイプとはちょっと異なるでしょ。誰だろうね。奥さんにしたい女性芸能人。さつきはあれでしょ、高島玲子。高島今旬な高島玲子さんの名前出したら今ダメだと思う。玲子さんが、はい、あの奥さんだったとしたら、はい、僕捕まってますから。いや将来的に、将来的にやってますよ。将来的にやってますよ。あ、そう、それはダメですよ。それはない、はい、すごいトレンディーですけどね、うん、あ竹内優子とかね、うんうん、竹内優子って結婚 してる今まだもう今中村獅童と離婚されて、うん、彼どうなんだろう、うんうん、中村獅童をね初めて見た時ちょっとテンション上がったよね、はい、いや怖かったっすね。どこで見たんですか。ねどこだっけ。どこ歌舞伎町ですか。違うね、どっか買い物行ってた時に、はい、あ、サンローランか。そうっす。表参道のサンローランに行ってた時に、はい、めっちゃあの人オーラあるねっつってたら、はい、金さん、あれ中村獅童っすよっつって、さつきが、かっこいいっすよね、うん、すげえかっこよかった。で、銀さんがたまたま履いてた靴を買おうか悩んでたんですよ。たまたま同じものを、うん、たまたま履いてたのを試着してて、うん、うわ、同じの買ってほしいと思ってたらさつきが、銀さん、指導真似しようとしてますわっていや、真似とかじゃないだろ。もうすぐ真似するっすからね。いいなぁ、見ないなぁ、芸能人とか。大悟と北川景子KSK、うん、でも、大悟と北川景子憧れるってまだそんな夫婦の感じは分かんないからな。うん、芦田愛菜とはまだ結婚できないですよ。まあでも幼女好き、幼女好きとしてはね。幼女好きだとして結婚相手に幼女を選ぶことはできないです。あ、そっか、はい、監禁、監禁もしないですよ。監禁、結婚を監禁って呼ばないですか。さつきのロリコンってやっぱもうみんな理解してくれてるんだね。いや、ね、どっから来たんすかね。本当に根も葉もないですからね。大丈夫、年の差婚は。年の差婚はありじゃないですか。ね、年齢はあんま。いや30歳になっても幼女が好きでしょ。いや好きやろね。いや好きではないですよ、幼女は。子供は可愛いなとは思うんですけど、最近も特に。最近も特に。最近はもう特に本当子供、自分の子供いたとしたらの結構妄想するんですよ。そうなの。今日はどこ連れてってやろうかなっていう。公園で何かしようかなと思って。銀さんは実在しないって本当ですか。どういうことなの。毎回来ますね、うん、実在してますよ。その噂どこなん。出勤してない説もあるからね。マジですか、うん。シャンパンとかどうやってやってるんですかね、うん、もう CG 説って
これ多分2人のここ俺貼り付けられてる多分プロジェクションプロジェクションマッピングみたいな。お、さあちゃん結婚して。あ、嬉しいですね、うん、そんな言われたことないですよ。 OK ですか結婚はされますか。結婚はまだ40何パーだったっけ。40パーぐらいいたよね。あ、はいはい、はい、前回のアンケートすごいよね。いや、しかも本気でって。本気でだよ。そう、本当にすごいことですよね、うん、もう2人に1人ほぼプロポーズしたらもう受け入れてくれるんだよ。そうよ画面の向こう側の、はい、リスナーの。すごいよね。逆に銀さんは少ないのかな、実在してないって思われてるから結婚詐欺になっちゃうからねいいパパになりそうはね、すごい嬉しいんですよ。結構たまに言われるんですよね。でも子供嫌いでしょ。いや、子供好きなんですよ最近。理想のなんかプロポーズとかあるの。理想のプロポーズは付き合って何年記念日みたいな時にしたらいいな。で、その日は、いつも記念日で出かけてたのに出かけないなと思ったら家でプロポーズされたみたいな。そういうのがいいなって。記念日とかじゃあ大事にするタイプ。そういうのは大切にしたいなって思いますね、はい、記念日大事だよ。いや、僕結構記念日とか興味なくはないですよ。ちゃんと覚えるし、そういう日は。すごいね銀さん忘れそうかな。結構忘れるね。誕生日とかだったらね、結構いろんな人の覚えるんだけどね、うん、そうですよね、うん、あ、でも銀さんと結婚したらね、その女性が美意識高められて毎日綺麗に入れそう、うん、そういうことある。なんかお互いやっぱ頑張れるのはいいですよね。結婚しての美意識高まらなくなりそうやな、うん、ホストっていう仕事を辞めたらね、はい、大体みんなやっぱ老けるとかって言うんだけどね、直樹さんぐらいじゃ本当に変わらないの。変わらないですね、うん、人に見られてる意識やっぱ若くするっすよね、うん、記念日は毎月毎年半年どこまで大事にする。いや、何年経ってもかな。1年記念日とかじゃない、やっぱ、はい、毎月ってなんかね、それちょっと高校生みたいですね、うん、高校生の時は毎月毎月なんかメール送ってたっすね。あ、毎月プリクラとか行くよね行く何ヶ月記念日みたいな、はい、書きますね、うん、でも1年経ったらそっから1年後とかな、うん、いや1年何ヶ月記念日とかプリクラ撮りに行くめっちゃ細かいっていうあるあるっすよ。でもその時学生だからその2人で遊ぶ都合とかもあったっすけど、うん、もう大人になるとなかなか会えないですよね。あ、1年11ヶ月かね、なんかそういう、もう2年でええやん1-1-1っていうのがね、半年単位でいいなって確かに月単位とかだと記念日感が薄れるよね、はい、はい、特別感があんまないですよね、うん、昔は毎月お菓子作って手紙と一緒に渡してた。すごい、すごいですね。嬉しいね。手紙はね、書けないな、恥ずかしくて。最後に手紙書いたのいつ。俺、直樹さんだわ。あー、じゃあそれだな。もう直樹さんじゃあそれだ。え、あれでも1年2年前か。もうそんな1年前か。1年前、1年前か。最近プリクラ撮りますか。いいえ、プリクラ撮ん
んないっすね。ちょっと恥ずかしいよね。恥ずかしいですね、うん、この間ラウンド1に行った時に、うん、ちょっと真央と写真プリクラ撮ろうかっつって言ったら、うん、ちょっと断られたんで、それちょっと寂しかったです。女の子が撮るだろうね、プリクラは。今どん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 ハイテクになってるですもんね。あのノンスタイルの井上さんと一緒に撮れるやつとか、ね、女の子のタイムラインとか見ててもプリクラ撮ったとかあるし。さつきさん、真央に来週は出るように説得してください。真央はもう長期休暇入っちゃったっすからね。向こう3ヶ月は出ない説あるよね。ありますね。いいな、ちょっと思い出してしまったんですけど、うん、ちょっと罰ゲーム、うんうん、いつ行くのかな。何罰ゲームって。ちょっと銀さん負けたんで、ちょっと罰ゲーム。何の話なそれ。ちょっとそういうパワープレイちょっと勘弁してください。何の話。パワープレイはちょっと受け付けてないです。先週の、ね、もうどうしたんやろね、マオ。違う罰ゲームの、え、罰ゲームの話まだ終わってないんで、ちょっといいですか。何罰ゲームをね、ちょっとやってもらおうと思って、先週アンケート企画で兄さんだけが、失敗してしまって。え、俺負けたっけ。負けました。そうなの。そう。え、だって負けて兄さん罰ゲームさせようとしてる。え、だってリスナーさんほら、はい、負けたっけみたいな。いやおい。おい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 、負けてなくない。おいおい、負けました。こら。ちゃんと見てください。それこそそうですよ。僕とね、本気で結婚したい人何パーセントみたいなので、ハイアンドローやって、銀さんが思ってたよりもパーセンテージが高くて、それで銀さんが負けてしまったということで。え、負けたのはサツキじゃね。サツキじゃねえ。でもさ、先週あんだけ銀さんの罰ゲーム見たい見たいってリクエストもいろいろしてたのに、すごい。サツキもうなんかもうコメントに負けてますわ。サツキ、うわ怖い怖い。もうサツキでしょ。すごい。え、じゃあ今アンケート取る。今アンケート取ったら僕になるっすもん。じゃあ今、じゃあ3人で前回の罰ゲームは、血迷ってイエスにしたわとかやめてもらう。誰だったかっていう、うん、誰だ、え、だってね、1週間前のこととか俺大体覚えてんだけどね、はい、あんま負けた記憶はないもん。ちなみに罰ゲームは僕が考えてきたんですよ。あ、そうなんだ、はい、みんな知りたくないですか。いや、皆さん、はい、今日見てくれてる人が、はい、まあ、先週見てくれてたら、はい、証拠になってるから、はい、その人たち証人だから、うん。でもサツキ負けたが多いね、やっぱダントツ。あ、サツキ負けてたんだ。そのね、そのノリになってますけど、うん、考えてきました。銀さん罰ゲーム、全力でアンパンマンマーチを歌ってもらいます。よし。え、でもこれ今 GIN。 え、それはあれな、罰ゲームなの。それ罰ゲームっす。やっぱちょっと恥ずかしいんじゃないかなと思って。え、それ別に面白い。面白いというよりも、ね、同じこと全く言ったんですよ。恥ずかしいんじゃないか。恥ずかしいもんなの、アンパンマンマーチって。全力ですよ。そうだみたいな感じですよ。ちょっとやってよ。どんな感じ。どんな感じ。そうだ、忘れないで、みんなのために。あ、もう恥ずかしい恥ずかしい。恥ずかしい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 。そう、全力でかっこいい歌歌ったら普通に罰ゲームにならないんで、なんでかっこよくない歌に取りますしました。洗脳されてる、サツキに。それかっこよくない歌ってお前、はい、少年少女の夢壊してるよそれ。すいません。かっこいい歌だもん。彼もヒーローでした。ヒーローでしたじゃない。ヒーローナウだよ。ヒーローナウですね、うん、はい。まあ、じゃあそれならさっちゃんやろうか。いやせっかくやし。僕歌うんすか。結局ね。それ罰ゲームなの本当に。はい、それ昔の LINE の一言やん。はい、じゃあ CM の間に曲入れとこうか。はい、じゃあ CM 開けましたら、罰ゲームがありますんで、またとりあえず CM いきます。どうぞ。
3年 A 制組シャバネーゼ。今日締め日か、リキトさん大丈夫かな。ラストオーダーのお時間です。ドンペリローゼ。ラストオーダーのお時間です。シャバタワ行くぞ。リキトは注げ、リキトは注げ。自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。さあ、というわけでね、歌いますよ、もうこうなったら。え、それ楽しい？楽しいかどうかわかんないですけど、恥ずかしいです、うん、いきます。アンパンマンマーチ。やらなくてよくないの声が多いよ、やっぱ。やめましょうか。どっち？やめます。ブレブレやん、ブレブレやん。だってそれ罰ゲームじゃなくない？だって本当に。そしたらさ、うん、今日じゃあ3人でさ、うん、なんか1曲1番だけでも歌ってさ、うん、採点勝負して。やりましょう。あ、やろう。罰ゲーム決める、うん、それで本当のもうさっちゃん負けたよねとか言わせないんで。うん、行きましょうか。はい、急遽今から、はい、3人で、はい、歌1番だけ、1番だけ、はい、を歌って採点勝負します。はい、それで点数が一番低い人が罰ゲームということで。はい、あ、いいね。そうしましょうか。はい、じゃあ順番はどうしますか。1番だけって結構出ないもんね。1番だけだとよくても80点とか、80点とか80点台。そうですね、真の覇者を決めたいと思います。はい、しんさんからいきますか。俺から引く。え、こういきますか。うん、持ってるからもう早速からいこうよ。うっす。これ得意な歌なの？リクエストとかか、あ、リクエストか。アンパンマン3人で歌う、みんなで。あ、でも聴いてる側3曲もアンパンマンうざいか。確かに、はい、3人一緒の歌だったらちょっとうざくないですか。確かに、何回聴くねみたいなね、うん、そうっすね。やっぱそれぞれ自分が歌いたい歌を歌いましょう。ワンコーラスバトルですね。うわ、どうしようかな。そんな悩む？いや、何が一番ちょっと出るかなっていう。何が出やすいんだろう。え、採点勝負はバラードがいいのかな。うん、サツキでもラップ系定評あるからね。ああ、うん、いいじゃん、ラップ歌いなよ。うん、エミネムとか。完全にエムネム嫌い？俺サツキのあれも好きだけどね、レディーガガ。あ、レディーガガもいいですね。決まりました。じゃあレディーガガでいいじゃん。いや、レディーガガではないです。フランプール歌います。はい、初めてですね。フランプール、花になれ。あ、まあ、採点になってる。あ、え、採点入れる前に入れちゃった。ちょっと入れちゃいました。あ、もうじゃあ罰ゲームでええやん。罰ゲームじゃないですよ。ミスっちゃったから。採点できないんだもん。え、ピッペンじゃないんだ。ピッペンじゃないです。日本人で歌んだ。え、自分何点取れると思う？あ、80いったらもう結構もう勝ちライン。勝ちラインじゃないですかね。次は、しんちゃん、あれ言ってほしいな。分析採点マスター。僕何ですか？くれない。ああ、いいですね。でもサビがギターソロの後なんでめっちゃ長いんですよ。あ、長いんだ。あ、これね。はい、懐かしい。あ、懐かしい。あ、あ、いや、ちょっと待ってください。
息も絶える感情線沿いで色褪せた星と闇空の下いつの間に僕は自分らしさと生き方のレシピ探しているんだろう。しんちゃん今の陣営どこ X？ さっちゃん上手くなってるコメントがすごいよ。素晴らしさと言わせるもの取り戻しに行こう。くたびれた夢幼少の頃砂に埋めたように10年後僕にこの歌を捧げよう。笑って泣いて歌って花になれ咲き誇れいつか光あふれ歯がゆくてもきっと受け止めるよ。未来は気にせずに数えきれないほど何度も君の名を呼んだ。どこかで微笑んでるかな。夜空に放った僕らの声は喧騒の中消えて優しく僕らを包んでゆく。ワロックです。ちょっとね、曲入れる前に点数がそれによるよね。長いね、結構長いとちょっと採点基準もなるでしょ、うん。85.981。 嘘でしょ、はい、すごいね。待って、じゃあ俺 X とかも歌えねえよ。来てください、上がって来てください。 X はちょっと無理だわ。ちょっと演奏終了。すごくない？はい、 85? これ相当緩いかな、採点基準が。もしかしたら緩いかもしれないです。だったら俺 X ジャパン歌えない。85いかないもん。イエローモンキーとかわかんないですよね。もう何でももう勝負、何でも勝負しに行く、勝負しに行った方がいいよ。 ABC はね、違う、無理。紅歌おうか。出ますか、こっから優柔不断で20分。X ジャパンならまさかまさかラストソング。イエモンならバーンって曲、X ジャパンならくれないか、フォーエバーラブ。どっちがいいかな。くれないっすかね。うん、くれない。今日、アベマフレッシュ。フレッシュ、はい、ないね。ないですね。くれないいきますか。いや、もうどうぞ。行きたいの行こうよ。家も俺先行こうか。いや、家も歌いたいけど。あ。これ入って、入ってないっすね。何が？採点入ってないっす。今からでいけんの？わかんす。あ、そういうこと？入ってないっす。ロックおろしめっちゃ多いじゃん。でもロックおろしは短いから採点基準がどうなんだろうね。うっす、いきます。あよし、サビまででしょ、サビまで。
立たなくて大丈夫しんちゃん。もうこれ大丈夫、本当に出ます。あ前奏長っ、うん、42秒です。42秒、たっぷり取ります。42秒喋ろう。ファイティング来てます。 85. 点なんぼ、85.981。 そんなあった。はい、そう、ありました。じゃあもう86以上じゃないとダメや。そうです。そんな銀さんが何点を出すかにもよるんですけど、ね、メイクのヌーバー You go away from me I feelMy heartache, I will bring all for you. When I can look at, 滑舌と英語が戦ってますね。絶対これじゃないんじゃないですか。兄さんも決まってるんですか。何にしようかな。気合い入れて。よし。鳴らし吹くこの街がお前を抱きてもらうよ。吹き抜けるカメラ、カメラ引いて、引いてほしいです。引いて。X ジャンプ見たかったっす。てか俺これが俺罰ゲームじゃない今のが。いやすごい良かった。おっおっおっおお83.392 点。あ、殺人があった、ギリギリ。いや、負けてます。金さんが、83.392 点以下なら罰ゲーム、銀さんが。じゃあもう何言ってもいけるんじゃん。何言っても大体いきます。何にしよっかね。
いや今のもう俺罰ゲームみたいな。入れといて先に。んだよ。はい。あもう採点入ってます。入ってる。じゃあ CM の後いいですか。はい。CM 明け銀さんのバラードかな。バラードが。バラード。聞けるということで CM 明けもよろしくお願いします。CM どうぞ。経験者大募集。というわけで、はい、これで罰ゲームが決まります。83点以下なら銀さんが罰ゲーム、83点以上が出せたら新さん罰ゲームということで。新一も今の罰ゲームじゃないの、はい、もう罰ゲームじゃないです。でもアンパンマンよりは恥ずかしいよ俺今の。僕はちょっと安泰です。いいですかじゃあ。はいお願いします。曲ははいはいはい、バラードで来ました。はい、最近流行ってますね。あこれは徳永秀明か。徳永バージョン。こんな無音でしたっけ。こんな無音なの。本人映像だからですかね。うわすごい。優しさで溢れるように。何気に初めてかもね。はい、優しさで溢れるように。あ、これもう PV ですね。PV 最初ここ無音なんですよ。そうなの。はい。え、これどのぐらい ?1 分ぐらい。めっちゃ長くない。30秒ぐらいですね。ね、もうちょっと。で、教会ついて、で、ここからいきなり徳永さん現れるんで。スタンドグラスのアコースです。優しさで溢れるようにっていう、ね、本当にいいね。本当にいい曲なんですよ。寝ればいつも変わらない景色の中にいて、大切なことさえ見えなくなってしまうよ。生きてる意味もその喜びもあなたが教えてくれたことで、大丈夫かもって言える気がするよ。今すぐ会いたいその笑顔に、あなたを進むすべてが優しさで溢れるように、私は強く迷わずあなたを愛し続けるよ。どんな時もそばにいるよ。これ2番。これどこまで歌ってるの。ここまでですか。ここまで。そう、もう 2番も行きますか。当たり前のことは水沢さんにはサービスで、いつでも忘れ去られがちで、息継ぎも忘れて時間だけを
358点。こんなの広さをあなたが教えてくれたことで、愛と呼べるもの分かった気がする。せわしなく進む時の中で、私の生きる世界が光で満たされるよ。聞いてしまいました。全部歌っちゃったよ。止めないからさて止めますか。ずっと銀座アップだった。いい歌。これもう罰ゲームや今の。何点なんすかね。うわ負けた。あれ、はい、というわけで銀さんが 84.476 点でした。ということは、さつきが僕が、1です。ということでおめでとうということで。いやちょっと待って、なんと次回罰ゲームはできる権利を与えられます。いや待ってください、罰ゲームは新一さんです。オツです、オッズです。優勝のあれじゃないの。いや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 、初罰ゲームじゃない。初罰ゲームです。新兄ちゃんも、新兄ちゃんの初罰ゲームということで、来週もお楽しみにしててください、ね。はい、アベマなんだっけ、アベマフレッシュ、はい、アベマフレッシュのコメントをさ、はいはい、拾いたいんだけどね、はい、全て中国語です。何 OK は英語で入ってるから分かるんだけど、そう、OK は入ってんだよね。現在歌ってる LINE なのかな。 LINE じゃないんじゃないですか、ね、LINE じゃないのかね。唱えるに何だろう、あれは読めないよね。読めないです。日本にない感じもあるよね。まあ国際的ということで、はい、僕ちょっと歌で初めて銀さんに勝ったかもしれないですね。負けたね。はい、でもあれ高いね。高いっすね。初めて歌ったけど高いね。あれ歌いたいな。
もうなんか歌えるわ、あれ多分。はい、レパートリーに入った気がするわ。ものにしました。さつきしれっとしてるけど、嬉しいだろう。いや、嬉しいです。さつき空気読んで、さつき空気読んで、罰ゲームちょっとしよう。罰ゲーム、うん、罰ゲームはしないですよ。来週、来週はもう新兄ちゃんす。罰ゲームってか、ラッキーゲームだよ。ラッキーゲーム、銀、いや、銀さんに勝ってしまったっていう罰ゲーム。なんだそれ。でもやっぱ点数じゃないですからね。銀兄ちゃんやばかったっていうコメントは、コメントなんか先週すごい少なかったからさ、はい、今日良かったね。いや、良かったです。コメント結構多かったんじゃない。いや、銀さんが歌ってる瞬間が一番、うん、最高視聴率。それでなんか僕も思わず写メ撮ったんですけど、ブレてたんでアップできなかったです。インスタとかにアップしようかなと思ったんですけど、ブレちゃったんで。最近ショートカットにしたら自分が銀さんに見える。銀さん、まあ女の子でもね、結構明るい色なんですかね。うん、銀さんは1658点なんで、こだわるよね、その1658。うん、マオいたらもっとね、確かにね、うん、もっと波乱だったっすけどね。しんちゃんブレててもいいよ、乗せて。さあちゃんよかったよ。買ってしまった罰ゲーム。時間の方も残り、はい、何分？3分、3分ですね。3分弱。はい、どうしますか今週は。ラストン、もう今でも歌結構歌ったからね。そうなんすよね、うん、1分前、あらもうラストンでしたね、うん、はい、1分前ということで、じゃあ、はい、どうしますか罰ゲーム。罰ゲームはもう新一さん、新一、新一さんにやってもらいます。はい、もう絶対です。はい、初罰ゲーム、初罰ゲーム。じゃあ俺罰ゲーム考えてくるよ、新一にやらせたいことだったら結構あるよね。そしたらじゃあ銀さんが罰ゲームを考えてくると、うん、じゃあ企画、企画、はい、やります。企画考えていきます。まあその前にね、もう世間、世の中は、はい、もう今週七夕あります。はい、そうですね。で、6日、はい、2日後、僕らはね、あの浴衣でお仕事をさせてもらいますので、はい、今年初浴衣を、うん、ニコヨイトでね、浴衣で出たかったけど、はい、インスタの方でアップしたいと思うんで、フォローとか、はい、メッセージの方もいろいろお待ちしております。今日も1時間ありがとうございました。ありがとうございました。今日はね、2周年でした。また来週。そぬいてビクビクしててはつかめないような方を吐く石ばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持て、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はノランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。